GQ ジャパンをご覧の皆さん、こんにちは。 JP ザウェビーです。10エッセンシャルズ、自分にとってなくてはならない10個のアイテムを紹介したいと思います。わべ、最初に自分が紹介したいアイテムはバッグです。でこれは、まあ、国内とかそういうちょっと遠出する時とかによく使うバッグがこれで、2日分ぐらい荷物入れたりとか、クリストファーってビトンのリュックか、だいたいこれをいつも使ってます。で中にこれが、なんだろう、移動する時とか、まあ、持ってくのでちょっとしたものとかいろいろ、アルコールの除菌のやつと油取り紙、シャネルのハンドクリーンとシャネルのリップとかをいつも入れて持ち歩いてます。でこっちはいつも使ってるバッグはこっちのバッグですね。はい、OK です。次紹介したいのはビーツのイヤホン、ガールズドントクライとビーツのコラボで、いつも移動中とか、まあ、家とかでも自分の音源だったりをチェックするときとか、これも使ったりとか、すごいいい機材とかで確認してよく聞こえても、みんなが聞くのって多分こういうのだったり、 AirPods だったり iPhone ここだったり、だからいろんなので聞いて、どれで聞いても良くなるようにいつもいろいろ聞き比べてやってるっすね。かわいすぎですね。次に紹介したいものはスニーカー。これはいつ買ったんだっけな。最近あんまスニーカー全然買ってなくて、先月とかかな、唯一買った靴っすね。透明で可愛いなって思って、これもビトンなんですけど、ただ靴下気使わないとやばいっす、これは。まあでも靴は前 GQ で一回特集してもらったんで、そんなに言うことないかなって感じなんですけど、今これがすごい気に入ってます。次に紹介したいのはこれですね、香水。バイレードブランドの香水なんですけど、2年以上使ってるかな。これモハベゴーストっていう種類なんですけど、この匂いがすごい好きで、何回もこれなくなったらこれ買ってってずっと使ってますね。これがいいとかっていうこだわりあんまなかったんですけど、もうこれ1本でしばらくいいやみたいな感じでずっと使ってるっすね。テンション上がるっすね。どんな匂いなんだろう、説明しづらいな、これマジ。どんな匂いします？なんか表現しづらいっすよね。甘くはないし、でもすごい好きなんですよね、これ。次に紹介したいのは、キャップです。帽子とかなんか被んないで、外出るってことがほぼないんですよね。すげえ帽子大好きで。普段大体まあ、キャップか、こういうのか、まあ、ニット帽とか。これが、クロムハーツのキャップと、これが、ナードの、マーちゃんのキャップ。こっちがすごい昔のやつなのかな。で、これがニューエラなんですけど、自分がコラボさせてもらって、フレンズ&ファミリー用で赤を作ってもらって、これ持ってる人はだから10人ぐらいだけいます。最高っす。これはヴィトンのバケットハットっていうのかな。この間自分の誕生日の時にバーバルさんがプレゼントしてくれて、バッドホップと自分曲やった時のフレンズっていう曲の PV でも被ってて、すごい気に入ってます、これも。初めて買ったのは黒人の人の B ボーイショップ的なところで買ったニューエラ、偽物でした。次に紹介したいのはアイウェア。今日持ってきたのはその中でも見したいなって思うやつをいろいろ選んで持ってきました。こっちがまずここが全部ビトンかな。ミリオネアってバージルがあのビトンに入って最初に出したサングラスなんですけど、もう最高だなって思って、これ同じのが色違いが5個で、黒は仲間にあげちゃったんですけど、そのぐらいも結構集めてて、であとこのピンクはサノレオがタンプレでくれました。あとこれは
ミリオネアなんですけど、小学生、中学生ぐらいの時に出た元祖ミリオネア、これやっと見つけてめちゃめちゃぶち上がったっすね。これも昔のか、ビンディって言って、で俺が今日かけてるこれが最近一番最近買ったやつなんですけど、これのサンプリングっていうか、そういうの好きなんですよね。元ネタとかも全部欲しくなっちゃうんですよね。自分思い入れがあるやつは、全部大好きです。次紹介したいのは PS5。 もともとそんなゲームやる方じゃなかったんですけど、そのコロナのタイミングで今も毎日やってますね。自分フォートナイトやってるんですけど、ラッパーの椿くんがすごい上手くて、これとこれとこれ買っとけって連絡来て、そこ買って、このクリップとかいろいろ使ってます。最初の頃とかデッドバイデイライトってゲームすごいやってて、いつも自分とイライワンくんとサノレオ、メンディくんとかでいつもやってたっすね。で唯一ハマったのがフォートナイトとかそういう感じだったっすね。ただフォートナイトみんなでやってるのが好き。でもいつも小学生にボコボコにされてます。次に紹介したいのはこちらのグッドピープル&グッドコーヒーのコーヒーです。もう下手したら1日で水よりこっちの方が飲んでるんじゃねえかってぐらい飲んでますね。歌にするぐらいすごい好きなんですけど、リラックスできるチルな店ですね。いつも音楽流れてて、なんか自分で意図して聴かないような昔のヒップホップだったりダフトパンクだったりクラフトワークだったり無意識に聴けるから、すごいいい環境だなって。最高の場所っすね。仲いい人がいるからっていうか、もうそこで仲良くなる人がいっぱいいる感じっすかね。コーヒーにめっちゃ詳しいとかそういうわけじゃなくて、このお店のコーヒーが好きってだけっすね。それだけ。次に紹介したいのはジュエリーと時計です。これは自分のファーストアルバムをベルディ君にデザインしてもらったんですけど、その時のキャラクターをちょっとダイヤで作って、ニューヨークで作ったんですけど、アレックス・モスっていうジュエラーに作ってもらって、これマジでナンバーワン宝物っすね。今のこれもアレックスからそれもらったジュエリーボックスなんですけど、タイラー・ザ・クリエイターがあのアワードの時につけてた超ヤバいやつわかるっすか、あれとかも作って、すごいもう今イケイケのジュエラーの人に作ってもらって、こっちが時計で、もう今つけてんのがジェイコブの5タイムゾーン、こっちが G-SHOCK にダイヤをカスタムしてるやつで、あとこれが初めて買った自分で買った時計ですね。ロレックスのデートジャスト、これがアンブッシュの昔出してたパウリング、バーバルさんがあの急に持ってきてくれて、これ倉庫掃除してたら新品あったからっつって2個くれて、これも大切にずっと家取っといたんですけど、今日ちょっとつけてきました。次紹介したいのはこちらのテリヤキボーイズの DVD ですね。ライブだったり裏側だったりとかいろんなのが入ってるんですけど、ファッションだったり音楽だったりに一番影響を与えてるのがやっぱテリヤキボーイズなんで、これは欠かせないですね。見どころはそのニューヨークのツアーとかの裏側とかも入ってたり、オフの部分とかもすごい入ってるし、 PV も入ってるし、これ最高なんですよマジで。小学生の時とかは M ステに出てた時のやつをビデオに撮って、本当にあの見れなくなるまで見たす。もうガッサガサになって、バーバリさん曲を自分に入ってもらったり、フューチャリングで入ってもらったり、逆に M フローの方に自分が参加させてもらったりとか、本当に緊張するっすね。自分のデンセンシャルズいかがでしたでしょうか。自分の中ですごい欠かせないものだったり、まあ、自分のすごい好きなコレクションをいろいろ紹介できてすごい楽しかったです。デンセンシャルズ JP The Wavy でした。バイバイ。